はい、こんにちは。今回はね、トランスフォーマーバンブルビーですね。バンブルビー、これ142番でございますね。あの、いつだか言われたことあってない、私なんか発音が、なんか英語の発音がいいみたいな、なんかそんな感じで言われたことありますけどね。はい、まあ、なんかね、そういう風に言わないと気が済まないみたいな、なんかそんなようなところがあるんですね。バンブルビーです。これがバンブルビーね。バンブルビーは、あれなんですよ。まあ、これシゴレのカマロですね。シゴレのカマロがモデルなんですけど、まあ、カマロが要するにその金属製の宇宙人がこのカマロに合体しまして、でロボットになりますよっていうね、そういうものなんですね。でこれは主人公が、乗る車だったかなになります。まあね、カマロっていうとね、もうでっけえ V8 だっけ、でっけえエンジン積んでて、でっけえ車でね、7000cc ぐらいあるんじゃない、あれね、すげえでっけえ車、7000もないか、でも5000近くあるのかな、すげえでっけえんだよ。もうカマロで日本の道路を走ったら走れねえだろうというぐらいすげえでっけえの。アメリカの車は何を置いてもね、でっけえんですね。だからもうこれもまたね、非常に迫力があってね、なかなかこれが面白くてね、いいんですよ。だドリームトミカでよくこういうの出し、よくね、こういうの出したなと思ってね、トランスフォーマーハンプルビーってやつね。まあなかなかこれ、いいなっていう感じですね。タイヤなんか、タイヤのホイール、こういったものもちゃんとに作り込まれてるしさ、ね、こういうなんつうの、トランスフォーマーの世界観を見事にこう出しているというところがなかなかいいですね。まあ、全体的に見るとね、そのドリームトミカ集めて動画出してる人ってほとんど少ないは少ないんですよ。もうそれこそ大物の大御所っていうか、まあ、大物の人たちなんかはね、買ってきたら必ず紹介するみたいな感じで紹介してるんだけど、あんまりドリームトミカをこう集めてますって人なんかあんまり少ないんですよね、全体的に見て。持ってる人はたくさんいると思うんですけど、なんか動画ではあんまり少ないんですよ。だからまあそういう点でもね、これは非常に、まあドリームトミカっていうのを集めるのも確かに大変は大変ですけど、まあそれをあえてね、集めるっていうふうにしてみると、まあなかなかね、面白いんじゃないかなっていうふうに、思いますね。というわけで、どうもね。